日本製トイレをパクって販売した中国業者の末路がこちら。海外の人が日本を訪れて驚くことの中で必ず挙げられるのが清潔さです。どんな国と比較してもとにかく日本は清潔で綺麗なんですよね。中でも日本のトイレは綺麗すぎると海外ではたびたび話題になります。実際日本の空港に着いた時からトイレが清潔なだけでなくその高機能さに驚く外国人も多いようです。おまけに日本のトイレはデザイン性も高いことから世界中でも大人気なんですね。人気が出るのは日本人としてとても嬉しいですけど、特に中国からの人気が凄まじいようで、来日して日本の便座を爆買いするというニュースも以前ありましたね。まあそのくらいならいいんですけど、中国人はその人気っぷりを利用してなんとタチの悪い中国製のトイレを日本製として販売しているのだとか。買うだけならまだしも、日本製の名を語って貶めるのはやめてほしいですね。現地では一体どのようなことが起こっているのでしょうか。というわけで今回は中国のトイレ事情とそれに対する海外の反応を合わせて詳しくご紹介していきます。それでは行ってみましょう。日本のトイレは今中国で大注目されています。そもそも中国で日本製のトイレが注目されたきっかけは2010年に開催された上海万博でした。上海万博の日本館では温水でお尻を洗う機能を体験できるスペースがあり、それが大盛況。そこから日本のトイレが中国で一躍ブームとなったわけです。ではなぜそこまで人気を集めたのか。それはこれまでの中国のトイレ事情が関係しています。通称ニーハオトイレと呼ばれる中国のトイレでは壁も仕切りもなく、プライバシーに配慮されていない状態で用を足さなければなりません。もうあれもこれも丸見えなんです。また利用者の多いニーハオトイレは掃除が行き届いておらず不衛生でもあります。たとえ発展した大都市であっても一歩中に入ればやはり中国トイレの水準はお世辞にも高いとは言えないのです。そういった背景があり、習近平国家主席は2015年4月、国を挙げてのトイレ革命を始めました。具体的には、ニーハオトイレをはじめ、不衛生なトイレを改善し、個室化を進め、全国的に衛生的なトイレや習慣を導入しようというもの。国家旅遊局によれば、約3年間で合計6万8000カ所のトイレが、全国各地で新築あるいは改築されたそうです。その動きは中国の富裕層にも広がり、温水洗浄のトイレを購入し自宅に知人を呼ぶ温水洗浄トイレパーティーなるものがブームになっているんだとか。ちょっと意味わからないですけどね。まあ衛生的なトイレが増えるのは大変いいことではあるのですが、ある問題も発生しています。それがトイレブームの流れに乗ろうとして日本製トイレをパクって大儲けしようとする中国メーカーの存在です。日本のブランドを偽りトイレを販売するパクリトイレ会社、その数はなんと32社。そして中国の通販サイトにも日本製を名乗る便座メーカーが複数出現しているようです。その中には東芝と日立と三菱を合わせたような自称トイレメーカーの東日氏、同等によく似たお嬢女といった日本の大企業のような社名をつけるメーカー、他にも川曽や松岡トイレなどよくわからないものまで登場。よくこんなくだらない名前を考えられますよね。日本の最先端スマート技術を結集したなどといった宣伝文句も並んでいて、中国ではすでに日本のブランドとして間違って浸透している社名もあるのだとか。また各会社は日本製ならではの高品質をアピールするため日本語の説明文を入れているのですが、これまた意味不明なものばかり。ひっきりなしに洗浄、伸縮パンツ、怠け者モード、じりじりじりじくじ、虹を吸う技術など不自然な日本語とともに数々の便器が紹介されていました。そして厄介なのが写真の偽装や加工です。東日氏のホームページでは東京研究センター設立という紹介ページに元文部科学大臣の
下村博文衆議院議員の姿がありました。これは無断で加工された画像でした。いかにも下村氏が関わっていそうな画像なのですが、事務所に確認したところ、全く覚えがない、何の関係もないとのこと。また渋谷区神宮前16丁目に日本本社があることになっていますが、神宮前は6丁目までしかありません。中国の消費者を騙すためのサイト作りは手が込んでいるんですね。このように嘘の情報ばかりのホームページを不審に思った取材記者が実際に中国の東日市の会社を訪ねたところ、そこにあったのはホームページにある立派なビルとは大違いのしょぼくれた中古建物でした。社内にはラップをしたトイレが一つだけ展示され、そばにいた男性に尋ねようとしても、自分は仕入れ担当だ、責任者が今いないから何も話せないとそっけない態度。さらに展示されているトイレは小ぶりかつ貧相なものであり、日本製のトイレとは全く別物だったそうです。別の便座メーカー津上も自らを日本のトップブランド一番の技術と謳い、高品質をアピールする便器を出品。そして YouTube 上で公開された日本語の宣伝動画では、男性が便座を撫でながら君から離れられなくなったんだと話したり、私たち一般庶民に福音をもたらしてくれたんだなどと語りかける様子が確認できます。しかし話される日本語はぎこちなく、合成された音声のようにも聞こえます。このように中国メーカーは日本のトイレ製品だけでなく日本の宣伝方法までもパクっており、日本製イコール高品質というイメージを利用して儲けようとする魂胆が垣間見えます。では実際のところ、日本製だと騙されて購入した中国製のパクリトイレはどのような評価を受けているのでしょうか。消費者の声を聞くと、見た目から座り心地、使用感も日本製とまるで違う、1週間で水が出なくなった、問い合わせても返事がない、など不満を感じている人がほとんどのようです。てっきり日本製のものかと思って購入したのに、実はたちの悪い中国製だったというケースが後を絶たないのだとか。他にも、人生で最悪の買い物、買ったら後悔間違いなしだよ、こんなに品質の悪い商品を日本のブランドと名乗るな、同じものでも中国製は1年しか持たないが日本製は10年持つ、といった怒りの声も寄せられていました。どれだけ日本の真似をしたとしても、肝心の品質はいつまで経っても真似できないようですね。そんな中国が絶対真似できない日本のトイレってどのようにして普及したんでしょうか。今でこそトイレ大国と言われるほどトイレが有名な日本ですが、もともとは排泄物を肥料にするなど欧米とは考え方が全然違ったんです。平安時代は火箱と呼ばれる箱に用を足し、溜まると川まで排泄物を捨てに行きました。平安時代の後期になると穴を掘る汲み取り式便所が登場します。その後昭和時代までこれが主流だったそうです。江戸時代の江戸の町は当時世界的な清潔都市でした。人々は長屋で生活し、長屋には共有の汲み取り式のトイレがありました。トイレの排泄物は肥料としてこれを有償化し農家に売る習慣があったんだそうです。これにより下水に屎尿が流出することはなかったので、水路や河川の汚染はほとんどなかったんですね。資源は最後まで使い切り環境を汚さない、今で言う SDGs な考え方が日本人の中にはもともと備わっていたと言えるのではないでしょうか。中世ヨーロッパではゴミと一緒に排泄物を窓から投げ捨てていたという話は有名ですよね。その結果町は不潔な状態で、コレラやペストなどの疫病が流行してしまったため、上下水道の整備が急速に進められトイレも普及していったといいます。こうして欧米の洋式トイレが普及したことにより、これまでの排泄物を肥料として扱うという日本の考え方は世界で受け入れられなくなっていきました。今までは式便器だった日本ですが、1917年に洋式便器が普及し始め、次第に下水道が整備されるようになりました。徐々に
排泄物に対する意識の変化と、洋式便器に対応できるように、温水洗浄便座や水流の擬音装置、消臭対策などが施されていったことで、日本人が受け入れられるような形に進化していきます。このようにして、今のハイテクな日本のトイレは、日本人のために進化していった技術ということなんですね。だから、中国人が日本のトイレを真似しても、国民性が全く違うので、意味がないということです。さて、ここまで中国のトイレ問題について解説してきましたが、なぜこうまでして日本のものをパクろうとするのか、その理由を見ていきたいと思います。なぜ中国は日本のものをパクるのか。その理由は2つ挙げられます。1つ目は、人気のある技術を盗むのが手っ取り早くお金を稼げる方法だから。中国での成功の基準はお金を稼ぐこと。中国では社会に喜ばれる素晴らしい製品を生み出したり、安定した幸せな家庭を作ることは成功の基準としてあまり考えられていないようです。中国企業は究極の効率重視のため、最小限のコストでヒット商品を生む策として、国外ですでに評判がいい商品の技術を持ってくるというわけです。それが一番確実であり、コストがかからないことから、今回のトイレのように評判がいいものをどんどんパクるということですね。アニメのキャラクターなんかも相当パクられてますよね。ドラえもんなんかほぼそのまんまで、名前はロボット猫っていうらしいです。中国の裁判所が待ったをかけたところ、ドラえもんとは違うと主張したみたいですけど、やっぱり却下になったらしいです。キャラクターパクリ問題も相当根深いですね。2つ目は、日本の製品は品質とデザイン性が共に優れているから。日本は1960年代から使っていたアメリカの温水洗浄便座をもとに独自研究を重ね、1980年に TOTO が初の温水洗浄便座としてウォシュレットを販売。ウォシュレットの発売後は他社も参入し、細部の改良が加えられ、今や世界中から高い評価を受けるまでになりました。様々な機能を備え、デザイン性も優れている日本製のトイレの品質の高さが、中国国内でも認知された結果、いいもの、イコール、日本製という認識が浸透し、日本製を謳う便座が中国国内でも売られるようになったのではないかと考えられます。日々改良を重ね、品質の高さを維持し続ける日本の製品と、目先の売り上げだけを考える中国の製品では、大きな差がつくのも当然ですよね。いい加減、中国は日本のものをパクらず、自分たちの力だけで、より良い製品を生み出す努力をしてほしいものです。さて、この話題に関して、海外から様々な反応が寄せられていましたので、いくつかご紹介します。日本のトイレのハイテクさに驚いたよ。ちゃんと洗ってくれるだけじゃなく、水の強さまで調整できるのはすごい技術だと思う。中国がパクりたくなるのもわかるけど、実物があんまりひどいんじゃ話にならないよね。中国製なんてどうせすぐに壊れてしまうんだろう。日本のものは10年使えたとしても、中国の手が加わると1年持つかすら怪しいところだからな。え、1週間も持たなかった？これは笑い話ってことでいいんだよね。トイレ革命だって漫画みたいな制作だな。これが笑い事じゃなく真剣な話って言うんだから、中国の焦りようが想像できるよ。僕も一度中国の中学校のトイレを SNS にアップしたことがあるんだけど、本当に壁も何もないから驚いたよ。思春期の子供たちがあんなトイレを使っているなんてかわいそうでしかない。子供たちのためにも何とか改善してほしい。中国には知的財産権の保護っていう概念がそもそもないから、トイレだろうとなんだろうとパクるんだろうね。でもこれは実は中国にとってものすごくマイナスになってると思うんだけど、当の本人たちは気づかないのかな。中国にはこの世界のありとあらゆるパクリ製品があると言われているからな。日本のパクリトイレの数々はまさに中国という国の本質を表しているよ。中国には軍拡するよりまず公共施設を整備しろと言いたいね。いくらなんでも汚すぎだよ。トイレは毎日使うものなのにさ。やはり
中国のパクリに対しての苦言を呈す人が多かったですね。日本製と嘘をついて適当な商品を作ったり、儲けのためにただ真似するだけではいつまで経っても変わることはないでしょう。いくら最初は綺麗でも、掃除して清潔に保とうとする気持ちや綺麗に使おうという意識がなければ意味がありません。トイレ問題は衛生面や健康面だけでなく国の発展にも関係するものですから、中国政府は真剣に政策を考えた方が良さそうです。いかがでしたか？当チャンネルの感想ですが、このような中国の姿を見ると金儲けのためなら何でもするといった印象ですね。日本の神道の教えでは八百万の神って言って、どこにでも神様はいると信じられています。もちろんトイレにも神様がいる。そんな風にしてあらゆるものを大事にしている日本の国民性の上に成り立っている産業技術、中国が真似をして日本以上のものが作れるとはとても思えません。中国のトイレ問題が解決する日は果たしてやってくるのか。とりあえず日本に迷惑をかけない形で改善していってほしいですね。よかったら皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。じゃあ